はい、岡崎グリーンメンテナンスの岡崎です。今刈り込みが終わりまして、輪胎の、ね、中の刈り込みが終わりました。で、まあ、刈り込んだだけでもね、結構やっぱりすっきりっていうかね、綺麗になったと思います。で、これから、ブロワーで下に下ろしながら、熊手等でね、綺麗に、仕上げていきたいと思っております。今、こんな感じでブロワー吹いてもらってます。はい、以上になります。